おはようございます。 今日は眠たくないですか? じゃあ、授業に集中できます。 そんなことないです。授業はいいものです。 テストでいい点を取るためだけに受けるものじゃないです。私はそう思います。岡崎さんはそう思わないですか? そうですか。 わけないです。普通に点数取れるのは1学期だけです。 だんだん休みがちになって、授業を受けられなくなって、しまいにはついていけなくなってしまいます。それはそうかもしれないですけど。 私ですか? わかりました。力及ばないかもしれないですが、教えられるように頑張ってみます。うん?そんなの、私わからないです。まんべんなく勉強しないと、いい点なんて取れないと思います。 もちろん無理です。積み重ねが大事ですから。それは私も思います。それは思わないです。 とてもつまらないものです。それはダメです。それはとても面白くないからです。岡崎さん、がっかりします。それはそうなんですけど。 冗談です。 もちろんです。 絶対にこんなことしないです。 あの子を信じてあげてください。
まだ会ってもない子を疑うなんてダメです。はい、何をですか？どうしてでしょうか？しました。そろそろ教室行きませんか？わございます。ちょっとつまずいただけですから、その大丈夫です。よう、お前が古川を押し倒そうとして失敗したところから。思いっきり抱きしめてたじゃん。そうか、後ろから見てたらとてもそうは見えなかったけどな。ものすごい勢いだったからな、カバッとさ。理由って？へえ、脅迫状ね。面白くなってきたじゃないの。もういいだろ、合唱部潰しにかかるぜ。私たちの仕業って決めつけたらダメです。あの子は、あの子たちはそんなことしないです。みんなで力を合わせて歌を歌おうとしてるんです。そんなことするはずがないです。果たしてそうかな。どう見てもあいつらの仕業じゃん。他に誰が廃部になってる演劇部なんかを目の敵にするっていうのさ。なあ、言ってみてよ。お前だってそう思ってるくせに。そうなんですか？みんなで仁科さんたちの仕業ってそう思ってるんですか？そんなの当然だろ。な、岡崎。はい？お前マジで言ってんの？逆に女の方がこんなことするんだよ。世界中の女がこの子みたいな性格だって思ってんじゃないだろうな。
もそんなこと言ってないです。とにかくだ、あんたらがそう言うなら僕はここから勝手にやらせてもらう。いいな？ダメです。篠原さん、お願いします、やめてください。幽霊？ああ、ここんとこよく目撃されてるらしいよ、例の女性との霊。マジ？その女生徒を知ってるやつがいてさ、そいつが言うには絶対幽霊だって。マジかよ。ああ、その女生徒はね、2年前に交通事故に遭ってるんだ。長いこと入院してたらしいんだけど、結局助からなかったんだって。事故に遭ったのがまだ入学して間もない頃だったらしくてさ、高校生活を満喫できないままで未練が残っちゃって、それで霊になって遊びに来てるんだってさ。ちょっと悲しいお話だよね。でもさ、それってあれだぜ。あ？その話をしてるやつってさ、同じ3年だろ。ああ、つうことはあれだよ。なんだよ。俺たちの興味をさ、勉強からそらそうとしてんだよ。つまりさ、ライバルを減らそうとしてるんだって。あー、確かにそれもありえる話だけど、あんまり真に受けない方がいいって。そうかもな。でもなんか噂が本物っぽいんだよな。テレビ局とか来てさ、大騒ぎになるかもよ。なるわけないだろう。犯人、分かったよ。大丈夫だって、おとなしくやったから。で、犯人なんだけど、やっぱり合唱部の一人だった。杉坂って子で、それがまたおとなしそうな顔したやつなんだよ。そいつのクラスメートが見てた。時間は昨日の放課後。遅くだ。3年の下駄箱なのに何やってるんだろうって不思議に思ったってよ。下駄箱のクラスも覚えてた。 B 組。それでそいつが合唱部の一人となったらもう間違いないよな。本当だっての。見てたやつの名前も教えてやるよ。自分で聞いてこい。まあそういうことだ。やっぱり女ってのはわからないね。な、わかったろ。自分の考えが甘かったってさ。お前ね、誰のおかげで真相がわかったと思ってるんだよ。違います。ん？何がだよ。きっとすごく深いわけがあるんです。そうしないといけなかった深いわけが。まだこの子は甘いこと言ってるよ。みんな汚い手段使って自分だけいい目見ようって頑張ってんだよ。
自分だけがルール守ってたらバカ見るよ。ほら言ってくれよ部長さん、どんな手を使ってでもいいから部を勝ち取ろうってさ。そうしたら望み通りの成果を上げてみせるよ。絶対に言わないです、そんなこと。そんなことしたら真面目に頑張ってる子がかわいそうです。それ自分だっての。どうしてさ、ここまで来たんだから一緒にやらせろよ。その子の方が正しいって言うのかよ。いいや、勝手にやってくれ。篠原さんは悪い人ではないです。演劇部のために頑張ってくれてます。なのに私、文句言ってばっかりで申し訳ないです。そんなことないです。わざわざ下級生の子に会って話を聞いたりできないです。ちゃんと後でお礼言います。なんでさ、いいじゃん、新鮮だよ。本人がそう言ってたの？言ってないんだろ。それとも何？お気に入り？だったらいいじゃん。お前だってパン目当てなんだしさ。でも本当、あまりに考え方が違ってて面白いよ。あんな子、普通は僕らなんかに寄ってこないからね。昼はどうするの？あの子と一緒？例の人気のパン。あの子も？ち、なんだよ。学食のパンはさすがに食い飽きたからね。何かいいもの食ってくるよ。もちろんないけどね。篠原さんはお誘いしなかったんでしょうか。
はい、一つだけ聞いていいですか？篠原さんのことですけど。はい、どうして部活動を嫌ってるんでしょうか？はい、初めてお会いした時に言ってました。部活動してる人たちが忌まわしいとか。それが岡崎さんと篠原さんが共通することだって。岡崎さんが部活動を嫌っていた理由は聞きました。でも篠原さんの理由はまだ知らないです。どういうことでしょうか？そうだったんですか。ならやっぱり篠原さんにもいてほしいです。そんな気持ちよくわかりますから。みんなで一つの目標に向かって頑張る、それは楽しいことです。すげえ腹いっぱい。今日800円のうどん付きのカツ丼食ったんだぜ。午後からはよく寝られそうだよ。うん。こんなことしてる場合なのかね。説明会だってできないかもしれないのにさ。岡崎、また付き合ってくれよ。僕の部屋をよりサイバーにしようと思って。それがサイバーかよ。昨日借りてきたテレビにゲーム機をつなぐんだ。だろ？テレビがあるのに何もしないってのはもったいないからね。とりあえず借りてこないとね。はい、お付き合いくださりありがとうございました。それではさようならです。バイバイ。じゃ、行くか。ちょろいもんだね。今度はゲームだからね、外すわけねえよな。弟の方がゲーム好きなだけだろ。対戦やりまくろうな。もう指の皮がベロンベロンに剥げるぐらいにさ。
よし、つなぐぞ。お前、そっちにケーブル挿して。ゲーム機にさせよ。よし、セットアップ完了。あとはゲームソフトを挿すだけさ。お前、好きなの選べよ。スイッチオンと。算数遊び？ああ、これで九九覚えようっと。って、なんで教育ソフトなんだよ！ん？なんか、また嫌な予感がするんですけど。あ、ああ。これは幼児アニメのクイズ、こっちは絵合わせのパズル。ないない、アクションもシューティングも僕たちヤング向けのゲームが一つもない。4×5 は20かな。いるんじゃない。親しいでしょ。代わりに用件聞いてあげてよ。なんか大事な用みたいなんだもの。あの兄にしては礼儀正しいちゃんとした子よ。うん、だからほら。
わかったわ。そうするわよ。ああ、死にそうな目にあった。ああ、絶対夕飯の何かが傷んでやがったんだ。腹壊してトイレこもってたら、ラグビー部の連中も次々入ってきやがってさ。それで僕の入ってる個室までどんどん叩きやがんだぜ。パンツ下ろしたまま引きずり出されたよ。くそ、夕飯め。ないね。篠原戻ってた。よかった。妹さんから電話。ああ。あいつは。ああ、困ったやつだよ。あんな歳にもなって。ずっと生えねえよ。どんな妹想像してんだよ。僕も生えてねえんだけど。どんなやつだよ。誰もしないのに、こっちからわざわざ話すことでもないだろ。元気に歩き回ってるよ。あのな、岡崎、うちの妹はお前が想像してるよりもきっとまともで可愛いと思うぞ。羽とか封印とか妖怪みたいなこと言うからでしょ。その想像よりはまともなやつだし、可愛いって言ってんの。ねえよ、んなもん。電話かかってくるまで存在も忘れてたしな。それぐらい僕はあいつのことなんか全然気にかけてないってこと。リアリー、まあお前は会うことはないだろうし、この話題はここで終わり。たくあいつはよ、可愛いところもあるんだけどよ。
おはようございます。そうでしょうか。はい、たくさん練習しました。はい、岡崎じゃん。今から昼？まあまあ、カバン置いてくるから待っててよ。僕も学食のパンにするからさ。釣れないね。待っててよっつったのに。こんにちは、篠原さん。お二人、昼飯は？ごめんなさいです。今、いただいたところです。学食すんげー混んでたからね。じゃ、僕も食べるかな。座ってください。詰めますね。悪いね。いただきまーす。ん？私、仁科さんの友達で、杉坂と言います。あ、てめえ。待ってください、篠原さん。ここは私に任せてください。お願いします。うん、分かったよ。私、3年の古川渚です。わざわざこんなところまでどうしましたか？仁科さんのことを話したくて伺いました。聞いてくれますか？はい、もちろんです。ぜひ聞かせてください。このことは、あんまり人に言ってほしくないんです。それも約束してくれますか？はい、約束します。ここだけの話にします。ありがとうございます。はじめに、脅迫状を書いたことは謝ります。あれは私が勝手にやったことなんです。そうしないと、合唱部を作ることができなくなると思って。すみませんでした。いえ、なんとも思ってないです。話を続けてください。はい。仁科さん、その、リエちゃんは、すごく才能のある子なんです。それは音楽の才能です。小さい頃からずっと
バイオリンを弾いていたんです。コンクールに何度も入賞して、ものすごく大きな会場で、ものすごくたくさんの人たちの前でも演奏してました。ものすごく堂々としていて、ものすごく綺麗で、ものすごくかっこよかったんです。たくさんの大人の人たちから将来を期待されてました。外国のハイスクールに通う予定でした。外国ではもっといい音楽の教育が受けられるからです。でも、それが決まる直前に、リエちゃん、事故に遭って。握力が弱くなってしまったんです。バイオリン弾けなくなって、外国のハイスクールにも行けなくなって、それでこの学校に来ました。私と一緒に。リエちゃんは事故の日以来すごく元気がなくて、私がどれだけ元気づけようとしてもダメで、私も悲しかったです。でもそんなある日、ものすごく素敵な出会いがありました。古文の Koumura先生です。Koumura先生は音楽の素晴らしさをもう一度リエちゃんに教えてくれたんです。楽器が弾けなくても音楽はできるんだって。そう言って Koumura先生は歌ってくれました。しわがれた声でも、音程が曖昧でも、それでもとても心がこもった歌でした。その歌に心を打たれて、リエちゃんも歌い始めたんです。その姿は、昔の元気なリエちゃんでした。そしてリエちゃんは、たくさんの人に歌の素晴らしさを伝えたいと思いました。だから、この学校にない合唱部を作ることにしたんです。Koumura先生と一緒に、私も一緒です。お願いします、リエちゃんの邪魔をしないでください。古川、言うこと聞くな。そんなハンデで人の同情を誘うようなやつなんて卑怯者だ。そんなハンデで贔屓されたいなんて考えが甘すぎるんだよ。欲しいです。そんなこと知らずに、自分のためだけに Koumura先生を演劇部の顧問にしようとしてたんですから。でももう知ってしまいました。だから諦めます。
私が頑張れば、仁科さんが夢を叶えられなくなります。私は諦めます。ありがとうございます。ですかな？はい。そもそも演劇部を作りたいのは私一人でしたから。入部希望者もいません。そうですか。今時演劇なんて流行らないのですかな？そうかもしれないです。でも私は演劇が好きです。また機会もあるでしょう。では、高村先生、仁科さんと杉坂さん、そしてまだ見ぬたくさんの合唱部の部員さんたちをよろしくお願いします。ですけど、もっと大切ないろいろなものを手に入れました。岡崎さんととても仲良しになれました。篠原さんとも仲良くなれました。こんな私でもです。こんな不器用で泣き虫な私でも。だったら嬉しいです。私は体は弱いですが、くじけないように強い子になろうと生きてきたんですから。嬉しいです。よかったです。またですか？そんなことしないでほしいです。そうされると安心して泣いてしまいます。そうですけど、もっと泣いてしまいます。
思わないです。きっと何をやっても失敗する私に腹が立ちます。岡崎さん、どうしてですか？本当でしょうか？自信ないです。そんな、岡崎さんだけ頑張らないでください。私にも頑張らせてください。はい。
昼ご飯にどんなパンを食べようかってもう考えないできました。今まではそれが楽しみで支えだったんです。でも今日からは別の楽しみができましたから、そのことを考えてきました。岡崎さんが彼氏で、私がその彼女で、そんな学校生活が始まることをです。それが楽しみで来れました。でも思っていたのとは少し違いました。楽しいのとは少し違いました。不安でした。半分楽しくて半分不安でした。本当に私なんかでいいのかなって。それは、岡崎さんは背も高くてかっこよくて素敵な人です。なのに私は泣き虫で引っ込み思案で可愛くもないです。はい。それは悲しいです。はい。あ、はい、すみませんでした。とっても可愛いと思います。なんだか今ものすごく恥ずかしいことを言った気がします。そうでしょうか。はい。はい、私も智也さんって呼んでいいですか。智也くんですか。可愛いです。バスケットボールを始めようと思い立ったんです。違います、一人きりで始めたんです。おはようございます、篠原さん。篠原さん、バスケットボール始めたんですね。勘違いするなよ。これは手段だ。はい。合唱部のアマちゃんどもに分からせてやるんだよ。ハンデなんて関係ないってことをな。やってくれるよな、岡崎。僕たちでバスケ部のレギュラーどもに 3-on-3 を挑むんだよ。そして勝ってやるんだ。悔しいじゃないか。あんなハンデを盾に我が物顔されてんだぜ。篠原さん。ん？手は出さないでください。絶対に。
大丈夫だよ。それこそ僕たちの負けだ。これは正々堂々と勝負して勝つことに意味があるんだからな。ともやくん、ともやくんはどうしますか？やろうぜ、岡崎。大丈夫だ。シュートは僕に任せろ。お前は司令塔でいい。そりゃ岡崎、お前も当事者だからだ。悔しくないのか？おい待てよ、岡崎。ともやくん、ともやくんってば。何ですか？篠原さん言ってました、シュートは打たなくていいって。それなら智也くんもできます。智也くん、篠原さんを手伝ってあげましょう。智也くん、智也くんってば。すみません。いただきます。お弁当、明日から作りたいです。作りたいです。私、本当に作りたいんです。作りたいです。すみません。はい、わかりました。よ。練習だ、来いよ。なんだっけ。口ではそう言うが、本心は違うな。お前はバスケがやりたい、僕には分かっている。さあ、来い。天の弱なやつだな。何、古川、来いよ。私ですか？手伝ってほしいんだ。私、ドリブルしながら走れないです。下投げでないとシュートもできないです。それは運動音痴と言うんだそうです。大丈夫、ゴール前に立ってるだけでいいんだよ。それだけでいいんですか？ああ、どんなに運動音痴でもできる。
りました。じゃあお手伝いしてきますね。古川どうしたの？すみません、やっぱり手伝えないです。あ、どうして？他の男の人についていってはダメなんです。他の男？どうして？岡崎はいいのに。それはですね、私は今日から智也くんのですね。はい。職員室？わかりました。智也くん。お前さ、変わった。そうだね。ともやくん、練習するよな。いや、ともや、お前はするね。激色ある。うらー、何勘違いしてんだよてめえ。いや、
きしました。でもなんだか楽しかったです。そうですか。教室に戻りましょう。私、カバン持ってないです。それに掃除当番です。よう岡崎。誰がスノッピーだ。こらうまく逃げおおせたつもりか。運動はこれからだっての。あ？どうして待ってんの。渚ね。お待たせしました。よ。あれ、篠原さんも待っていてくれたんですか。ああ、渚ちゃんはうちの部のマネージャーだからね。うちの部？期間限定3-on-3部。全然構わないです。楽しそうです。ですが、一つだけ条件があります。ん？何？智也くんも一緒にいさせてください。篠原さんと二人きりになるわけにはいきませんので。あ、どうして。それは私は智也くんの彼女。はい。ないです。昼休みも行ったんですけど、やっぱり用なかったです。岡崎、お前わざと話し切ってない。もうパンなんかどうでもいいんだよ。合唱部のやつらに目にもの見せてやる。とにかく来いっての。行きましょう、智也くん。これが今しかできない学校生活だと思います。どうぞ。私たちの部活動です。楽しいです。
ことないです。智也くん、すごくかっこよかったです。智也くんのパスってすごく本格的です。テレビで見る外国の選手みたいでした。本当にすごかったです。それで私ずっとドキドキしてました。それはこんなかっこいい人が私の彼氏なんだって思って。はい。恥ずかしかったでしょうか。どっちですか？言ってもいいんですか？言わない方がいいんですか？はい、頑張ってみます。えへへ。
ようございます。いえ、なんでもないです。ちょっと恥ずかしかっただけです。はい、智也くんは私を支えてくれる人でした。あ、そうなんですか。でもきっと私の方が何倍も支えてもらってます。はい、智也くん、口は悪いですけど、とても優しくて、すごくいい人だなって。かっこいいし、こんな人の彼女になる人ってどんな人かなって、そう思ってました。そうやって振り返りながら、ああ、その彼女って私なんだって、そう思った時に、智也くんがやってきました。そうしたら、智也くんの顔、見れないぐらいに照れてしまいました。あの、今日も私、智也くんの彼女です。ですよね。その次の日もですか？おい岡崎、お前朝練どうしてサボった？部活じゃない。けど部活してる連中に勝とうとしてるんだ。それぐらいの意気込みでないとね。それに時間がない。試合は来週の水曜だから。さっき決めてきた。爽快だったよ、バスケ部の唖然とする顔さ。来週水曜。いるじゃん、三人。お前と僕と渚ちゃんで三人。まあな、まともに動けるのは二人だな。しかしお前も知っての通り、僕の運動神経はズバ抜けている。この僕をポイントゲッターに据えていれば間違いないさ。そうなのか。そいつはまずい。合唱部のアマちゃん部長にも単価を切ってきたところだからな。僕たちが勝ったら二度とハンデを盾にするんじゃねえって。痛えな。いいじゃないか、これからもう一人探せばよ。
誰か知り合いでいないのか。バスケやってたならいるだろう。いるか。晴れるなよ。今さらメンバーが集まってないなんて知れたらそれこそ恥だ。殴られるよ。今さら断れっかよ。いや、お前の名前でも単価を切ってきた。角原岡崎コンビとしてだな。元気を試合に使えよ。メンバー探し頑張ろうぜ。
しょうか。事情があったなんて知らなかったですから。はい、言いません。そもそもそんなこと口になんてできないです。そのあまりに衝撃的すぎて。だから一度帰って着替えてきます。はい、とても美味しそうなメニューが並んでいます。楽しみです。してたらダメな人間になってしまいます。だから私は頑張りたいんです。ダメでしょうか。いやー腹減ったな。カツ丼カツ丼。何食うかな。あれ、これはこれは岡崎くん、今から昼？帰る？そんなことしてたら
午後からのミーティングに間に合わないと思うんだけど。開始まであと30分ね。釣れないね。渚ちゃんとはこんなに仲良さそうにしちゃってさ。僕とももっと仲良くしてくれよ。寂しいじゃん。どうしたの、渚ちゃん。そういうことは、智也くんも嫌がってますし、よくないと。どうして？飯食いながらミーティングするだけだよ。それは構わないです。ただ、智也くんにあまりむやみに触るのはどうかと。いや、だって僕と岡崎の付き合いだぜ。これぐらいのこといいと思うんだけどな。ダメです。篠原さんと智也くんがどれだけ付き合いが長くても、今は私の彼氏なんですから。なあ、岡崎、どういうことこれ。本当にひでえよこいつは。人が同性愛者なんて、そんな不毛な妄想するなんてさ。つうわけでスポーツで発散しような。きっと溜まってんだよ。渚ちゃんも言ってやれよ。はい、私も篠原さんと一緒に頑張ってほしいです。篠原さんを私傷つけてしまいましたから、だから私もお手伝いしたいです。うんうん、優しいね、渚ちゃんは。話だと水曜日までです。二人で遊ぶのはそれからでもたくさんできます。そんな私なんかと遊ぶのを楽しみにして頑張る気になれるかはわからないですけど、本当ですか？ならよかったです。私もそれを楽しみに頑張りたいです。お二人結構熱々なんだね。付き合い出して間もないんだろ。ふん、なら面白いことになりそうだな。
試合が終わる頃には三角関係になってるかもな。僕を男として恐れてるのか。ま、無理もないけどね。僕が本気になればそれはもう。僕って結構マメだしさ。きっとお前の想像は間違ってるぞ。ほら、ドラマであるだろ？主役、ヒロインときたら、な？へっ、調子ぶっこいてたら、寝首かかれるぜ。で、誰が死人だ？では、ミーティングを行う。議題はただ一つ。違う！ 3-on-3 のメンバー集めだよ。今のところ、僕と岡崎。あと一人足りないわけだが。ま、見つけられなかったら渚ちゃんがいるし。こと言うね。ま、見つけられなかったら渚ちゃんがいるし。くー、渚ちゃんの彼氏ってすんげー怖い人だね。傷つかないうちにさ、別れた方がいいんじゃない？そんなことないです。ともやくんの口が悪いのはよくわかってるつもりです。それは傷つかないと言ったら嘘ですけど、それでもともやくんと一緒にいると楽しかったり勇気づけられたりすることの方が多いですから、だから別れたりなんかしないです。なんでこんないい子がお前の彼女なんだよ！まあいいさ。今のお前はちょっとしたラッキーボーイ。彼女が困っている時にたまたま近くにいて頼られただけ。そのうちもっと素敵なナイスガイがいることに気づくことになるのさ。僕だよ、文句あるのかよ。篠原さんはそのいい人だと思います。それはもう十分に分かってます。ほらね。きっと私なんかよりいい人見つかると思います。ガーン。そうだったね。
早く。なんか用かの。そうか。ともやくん、冷たいです。だとしてもです。もう少し気を使ってもいいと思います。1日あれば大丈夫だってな、なぎさちゃん。はい、みんなで手分けすればきっと大丈夫です。じゃあね。はい、また月曜です。私たちも帰りましょう。はい、おやすみです。どうしますか？私もそうしたいです。智也くんの家行っていいですか？してるんですか？私、会ってはいけないですか？いらっしゃらなくてもいいです。智也くんの家に行きたいと思いました。それだけです。じゃあ掃除させてください。片付けたりするの好きなので。はい、そうですか、残念です。でも無理は言わないです。いえ、あ、はい、ぜひお越しください。いえ、やっぱりその付き合ってからは初めてですし、お父さんにもお母さんにも報告したいです。はい、どうしてでしょうか？お、よくわからないですけど。残念です。でも無理は言わないです。
そんなことないです。智也くんの嫌がることはしたくないだけです。はい、言うときは言いたいと思います。はい、言わせてもらいます。私の方が年上ですし。はい、お待ちしています。